ボズの、これが去年の年末出た文庫版なんですけど、1から4か、それとボズのファンブック、これはもう売ってなくて、ただ自慢するためだけに出てきました。この本が好きだっていうことです。ロボットものなんですけども、皆さんは、2045年問題っていうのは聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、このままコンピューターと、機械技術が進んでいくと、AI が、人工知能が人間を超えて人間にとって変わる、それが大体2045年頃に起きるだろうと言われている。それがまあ2045年なんですけども、まあ、機械、ロボットが人間になるっていうのはどういうことかっていうのを、まあ、私は考えるんですけども、昔から、ロボットものが好きなんですよ。で、まあ、それはなぜかというと、まあ、オズに発祥するんですけども、まあ、今回のこの本も、人間のようにものを考えるロボットたちがいろいろ、まあ、短編ばっかり集めてますけども、いろいろな物語があって、で、まあ、どれもちょっと泣けるような感じの話になってます。で、この、これが25年ぐらい前の話なんですけど、まあ、去年文庫本に載ってるぐらいなので、いまだに人気がある本なんですね。で、これはどういう話かというか、どういうものかというか、まあ、どういうロボットが出てくるかという話なんですけども、10-19 っていうのと、10-24 っていう、まあ、アンドロイド、サイバーノイドみたいに出てくる話の中に。で、まあ、2体とも AI らしく人間になりたいっていう、まあ、願望はあります。で、結論から言うと、19の方だけは人間になれますが、24は最後まで機械のままという話です。で、その2台のアンドロイドは、どういうふうに違うかというと、見た目は同じです。これと、これが19で、こっちにいるのが24。こっちの方が、まあ、ナンバーが若い分、性能も19よりも上なんですけども、なぜ19だけが人間になれたか、人間と同じ存在になれたかというと、これを作ったのは、リオンというちょっとちっちゃくちょっと映ってるこの人なんですけど、まあ、天才科学者で、まあ、マッドサイエンティストでマザコンです。で、マザコンなので、まずお母さんにそっくりなロボットしか作ってません。見た目はなので見た目は同じです。ただ違いは19の AI の中にはマザコンリオンの、亡くなった母親カメラという人がいるんですけど、カメラの思考をそのまま再現したプログラム、カメラプログラムというのが使われているんですね。24にはカメラプログラムは使われていません。なぜかというと、パメラという人は非常に美しい美貌の悪女で、自分に言い寄ってくる男どもを手玉にとって落とす、破滅にさせるのが好きだったという、まあ、冷酷なサディストだったわけなんです。で、それを思考を、プログラムとして再現するとどうなるかというと、人間のようにうまくそういうサディスティックなところを隠すことができず、暴走して、殺人鬼にしかならないんです。殺人マシンにしかならなかったんです。それで最後のこれは生き残り一体なんですけど、これだけにしかもパメラプログラムが残されている。で、パメラプログラムがあるばかりに、まあ、19というものは、パメラプログラムを一時的に抑える表層プログラムだったんですけど、時間の経過とともにパメラが覚醒していきます。で、パメラが覚醒すると当然殺人を犯すわけなんですけども、19はそういうことはしたくないんですね。で、結局どういうことになるかというと、19の中には、悪の心パメラと善の心19みたいなものが出来上がるんですね。それって人間と同じじゃないですか。人間も悪いことをしようと思えば、私もあなたもみんなできます、ただそれをやらないという選択が今の私たち人間として人間たらしめてるわけなんです。ところが24にはその悪の心がないんです。ないばかりに、逆に言えば悪いことをする選択が、悪いとして選択できないんです。それがいいことなのか悪いことなのかわからないんです。ですが19にはわかる。で、結局本当はカメラに駆逐されていくはずだった19の方がカメラを吸収して、自分が行いたいないことを行わない、まさに人間近くの存在となって、その悪いことができるのにできない、やらない、それが人間になるということだと思うんですよね。はい。
前から、単行本の形で出てました。単行本でも出てましたし、その後ワイド版という形で、2回ほど出てます。で、去年の年末に文庫本がさらに出た。それだけ売れるっていうか、かなり面白いっていうふうに、今ストーリーは全然説明しませんでしたけど、当然、まあ、オズっていう科学者、天才科学者だけがどこかに作った街があって、そこを目指すっていう話なんですけども、かなりストーリーもすごく面白いので、ぜひ読んでほしいです。ちなみに全部持ってる単行本も含め、単行本とかは実家に置いてありまして、で、文庫本は今回新しくなって、まあ、買い進めました。こちらで小さくなったので、こういうのも持ちやすい。また、ファンブックはちょっと手元に置いてありますけど、ちょっと楽しいので、はい、ありがとうございます。読み終わった時にどんな気分になりますか？しました。最後のラストシーンで、まあ、本当になんかこれ、OVA にもなってるんですよ、アニメとかにも。それもやっぱり監督がこれを読んだ時、最後のシーンで号泣したっていうふうに書かれてるエピソードがあって、それはすごくわかるんですよ。人間に、ロボットが人間になるっていうことはどういうことかっていうのを思い知らされるラストになってます。それが、それを見て、ああ、人間になる、機械が人間になるっていうのはこういうことなんだなと。選択することができる。だから全身いい心しか持ってない、悪いことができないロボットは絶対人間にはなれないんです。だから何ですか、足元の三原則とか人間を傷つけないとかありますが、あれが入ってる限りロボットは絶対人間にはなれないなと思いました。はい、では中林さんのご紹介でした。ありがとうございました。